本動画では、この度リリースされた稲妻 11GO ストライカーズ2013クストリームのアップデート版、バー 2.0 での変更点を解説していきます。今回のアップデートでは、対人戦関連のバランス調整以外のところでも、機能の追加などがありますが、そちらについては詳しく触れず、公式での確認をお願いします。さて、対人戦に関わる調整ですが、そこそこの量があります。必殺技の強化と選手の強化に分けて、解説します。それでは見ていきましょう。必殺技の強化は、以上の4件です。順に説明していくと、風林火山 D は技威力がゴッドキャノンやマキシマムファイアと同等になります。ダブル上は技威力こそ平凡ですが、ドラゴのゲージ S による中継適性が飛躍的に上昇する形になりました。ガマウンテンは技発動後の効果範囲が広くなりました。アトランティスボールと同等であり、一般ブロック技の中では並んで最も広いです。エンジェルボールでギルボール両技についても技範囲はオールデリート級にまで上昇し、回転率が上がりました。風林火山 D の強化の恩恵を受けるのはこの2名です。クエス止まりとはいえ、技威力110は大きく、何より無属性のおかげで不利になる相手が少ないです。キバヤマは一般的なゲージ A チェーンキャラですので、ビディオの足という形に落ち着きます。風 GK には少し弱いものの、初動を強めれば問題はなく、無属性の強みが存分に活かされます。ビディオと違い無限の壁などに屈さないのは大きな評価点になります。稲葉の方は、カノンとおおむね同等の相性の風シューターとなります。化身ドリブルや突進など他の要素も優秀なものの、代わりにゲージが D のままであるため、運用には癖があります。爆発力はあり、上級者向けのキャラクターです。他の強化として、ファン投票で可決されたエターナルブリザードのチェーンや、ギャラクシーリスペクトのガミネでプロトン SB 付与がありますが、いずれも技威力が低く、主要キャラのパワーも不足しているため無制限ルールでは影響はないでしょう。続いては、個別で変更点のあるキャラクターを紹介していきます。全部で20名弱存在しますので、ここで先に列挙します。分類は前議場公式の登録ポジションで行っています。雪村はキックが SA と強化され、懸念だった火力不足が解消されました。山 GK に滅法強く、チェーンシューターの一角として大きな活躍が期待できます。パンサーブリザードの火力はドラゴンブラスターと同等であるため、強化後もなお魔人たち向かいに対しては若干の不安を残しています。とはいえ、大多数の GK に有利なのは明確な強みであり、躍進を遂げました。一方で、属性の関係で魔王たち向かいに滅法弱く、極端なリスクを抱えて試合を行う羽目になります。ドリブラーと違い、立ち回りでごまかすことも不可能なため、怯えながら使うことになります。ソウスケはキック、スピード、ゲージ速度の3つの要素が同時に強化されました。強みは特に変化がありませんが、単純に運用がやりやすくなるタイプの強化になります。考えられる最も強い運用としては、後半にボディサプリを与え、鬼塚や佐久間、きなこを突破しつつ、ルブにチェーンで中継の役割を担う、両党的な立ち回りになります。キリオには止められ、難易度は高いものの、爆発力を秘めています。羅刹はキックが S に強化されました。強みとしては、立ち向かいのいずれの技にも属性有利を取れる組み合わせのチェーンを持ち合わせているところです。同様の属性を持つキャラクターに新ジャミが挙げられますが、火力と突進が差別化要素になります。しかし、メジャーな GK の多くに振りを取るので、あまり通りは良くありません。エイナムは本作で初のキーマン補正の変更をされたキャラです。チェーンチームの申告であったガード補正要員の配置場所の問題を解決するべく、特例での変更がなされました。この強化により、後半も複数チェーンを見据えながらも快適な中盤の布陣を組むことが可能になりました。もともとがゲージ S なので、S チェーンギミックの完成も容易です。さすがにガウスショットのチェーン単独では得点は見込めませんが、SB を突破することは容易であり、総じて中継適性が高いです。ゴーシュも同様にキーマン補正の変更を受けました。もはや、
調整の意図も透けて見えます。ゲージが一番かエイナムより劣る代わりに、シュートはどの火力と突進が優れています。運用法はおおむねエイナムと同じで、後半のチェーンチームが使用することになります。なお、いずれもチェーン性能を除けば助けに劣るため、ドリブルチームでは採用されません。必殺技のコーデダブル上にチェーンが付与されたことは言及しましたが、ドラゴ自身はキックを S へと戻されました。属性の刺さりも悪く、チェーンキャラとしては中継が無難です。しかし、おまけの要素としては強く、不意に出てくる魔王たち向かいにある程度リスクをつけることが可能になります。よく言えばドリブルもチェーンも可能性を持つアタッカーです。一方でドリブル面ではキナコや鬼塚を苦手とし、チェーンもフリ GK が多いことから、運用を誤れば容易に腐ります。最大値と最小値の幅が大きいキャラと言えます。バダップの変更点は、ポジションの内部登録が MF になったことです。内部登録についての詳しい説明はここでは省きますが、気になる方は概要欄にある記事を読んでください。MF 登録になったことで、スルーパスによるゲージ回復量が従来の約 2.5 倍に上昇します。基本的にドリブラーとして運用されるバダップにとって、元のゲージが不安な分大きな恩恵があります。依然として技を発動できない手札事故は起こりうるものの、リソース切れの心配が減りました。使用感覚としてはさらに2013時代のマークに近づいた形になります。剣はクロノストーム版のゲージが上昇しました。チェーン、SD、アームドを使い分けることができ、特にアームドシュート使いとしては最速のゲージ速度を誇ります。シュート技しかないため、決して器用とまでは言えないものの、固有の強みを伸ばす形となりました。しかし、山 GK が環境に多く、またドリブルには抗えず闇雲に採用しても腐る対面は多いです。錦は念願のボディ S を獲得しました。これにより鬼塚で止まることがなくなり、安定した役割遂行ができます。元より三騎士キャラ相手に多く有利を取れるのも強いです。爆発力のある永続ゲージ版、頭戦力の高い時空版どちらも価値が高く、ドリブラー候補に一気に躍り出ました。ボディ S になったことで、突破できる対面がかなり増えています。片や永続ゲージ、時空版もゲージ A で突進可能なため、従来の山ドリブラーよりも安定感が向上しています。黒潮ライドの火力も基本的には化身技と遜色なく、山最強候補の一角です。ただし、山属性は不遇寄りであるため、苦手なキャラが最上位にいくつか存在しているのが大きな弱点になります。不利属性に怯えなければいけない点は、雪村に通ずるものがあります。化身技でない点も地味な影響があり、アームドワンダートラップや風ジャングルは岸辺より苦手で、そのせいでジャパンツナ海にさえ止められてしまうなど、思わぬ落とし穴があります。オキッドのゲージが A になりました。ダンデと比較してゲージが遅いのは不自然だったところを、同じくらいの数値に強化されましたが、属性の関係で環境にはかすりもしていません。ウイネルの課題であったゲージ速度が一気に強化されました。必殺技のエンゼルボールの範囲向上も含め、弱点の克服に成功し、環境での活躍が期待できます。もともと属性の組み合わせは悪くなく、霧の矢古代頭部、鬼塚に有利なことから後半でも活躍可能です。スノーエンジェルの妨害もゲージ S であればその効力は跳ね上がります。ジャングルに弱いとはいえ、柵まであれば突破可能であるため、一般的な盤面での強さはそれなりに高いです。が、山ドリブラーの地位向上による対策のジャパンツナ海にはついでに負けます。前半のキナコやサプリキリの全盛期の V1.1 であれば間違いなく強かったですが、新環境での有効によりどのような影響を受けるかは未知です。それを考慮しても、圧倒的に使いやすくなっていると思います。ウイネルだけでなく、メフィストもまた強化を受けました。デビルボール強化の恩恵はもちろんですが、こちらは突進を得たことで攻撃力が飛躍的に上昇しました。使用感はかつてのラベンに近く、TP150 のブロック技で自己的な得点を狙える点もそれを意識した調整です。こちらは三騎士に強く、霧の害内前半ではかなりの圧を持ちます。
火力自体は以前から言われているように大人軌道と同等です。佐久間に止められる点が難儀ですが、評価を上げた綱海に対しては強いです。ウイネルともども器用であり、前線やサイドで幅広く活躍することが期待されます。MF 部門最後の紹介は、事前公開にもあったレイルクです。ミキシトランスを獲得し、それにより突進が可能になりました。ただし、技は据え置きとなり、火力に変化はありません。それでも、元から突破力は優秀であり、風丸や頭部以外には強く出られる性質が今回の強化で存分に活かせます。無属性の強みとして、古代の翼に相打ちを取れる点が挙げられます。また、これだけの火力を持ちながら通常時でもゲージ A で戦えるほか、かつて没技であったプラズマボールでチェーンに貢献したりと器用な点もあり、今回の強化で一気に覚醒した感じがあります。弱点は山属性共通の風キャラのほか、無影走破自体には何の強化もなく、オールデリート並みの範囲でしかないので、白竜ほどの圧力はありません。威力の代わりに巻き込み範囲は控えめです。しかし、このゲームにおいてミキシトランスが強いのは10年も前から周知の事実であり、トップネタに食い込むほどのパワーを得ました。サイドや前線での多彩な活躍に期待です。コグレはどの形態も強化されましたが、一つ一つ見ていきます。まずはセカンドコグレですが、こちらはガードの強化です。これについては、今までのジャパンコグレと同じ性能になったも同然です。ガードサプリを使うことで大人コグレと同威力になりますが、基本はガードサプリというアイテムが貴重なため、今までと同様出番は見込めません。ジャパンコグレはガード、スピードがそれぞれ1段階強化されました。しかし、ガード S ではそこまで止める範囲に影響がなく、結局 T 天魔や軌道といった強力なドリブラーには無力です。一応ザナークや白竜に対して強く出られるのは評価できますが、S ドリブラーの多くには依然として無力であり、攻術の大人版の強化に関わらず第一線では厳しいです。JP 綱海と似た境遇です。大人コグレは待望のゲージ強化を受け、タワーを本格的に運用できるようになりました。元より火力は十分高く、苦手な相手はキタキア不動、ウイネルくらいしかいませんでした。立ち回りの安定感には不安が残るものの、一定の使用価値はあると言えます。山ドリブラーが多く強化されていることも、タワーにとっては追い風であり、以前よりは使用率は増えそうです。龍崎はガードが強化され、化身頭部と同じパワーを備えています。ゲージも A と早く、数値は相当なものとなり、中盤適性は高いです。一方で、ボディの値が下げられ、2013の頃と同じ火力に戻ってしまいました。本作ではサプリがあるとはいえ、アイテム枠が貴重であることや、前半で弱いことから弱体化調整です。A 風ブリタニアは波川や1の都道火力ですが、これは太陽やフェイにすら止められ、佐久間や綱海に弾かれるラインです。一段階の弱体化が重くのしかかり、置く場所を悩ませます。エルフェルは突進を獲得しました。元からスピード S まで伸びるため、機動力は高いです。ブロック技もそれなりの威力を誇り、滝や太陽を止めることも可能です。突進による恩恵として、ボディサプリを用いたドリブラー運用が強化されました。エンゼルボールの威力は高く、本人は山属性なので霧のきな粉鬼塚に強いです。風ジャングルには明確に弱く、普遍的な山ドリブラーとしての性質を持っています。破壊力よりは、器用さや安定感が強みです。GK の強化キャラは2名います。まずは時空新助ですが、こちらはバグの修正に近いもので、登録ポジションを GK に修正されました。これにより、一部の行動によるゲージ増加に変化が起きます。最も大きな点として、ゲージ A 以上の GK 登録キャラは失点後にゲージが回復する性質があり、従来は MF 登録のせいで TP の枯渇が発生しやすい欠陥がありましたが、改善されました。最後の強化キャラの紹介になります。事前公開にあったように、篠山の化身技が追加されました。威力は千風呂や炎道と同じです。風 GK の強みはザナークや騎馬山に強いことです。それ以外にも、
カノンやジニアスにビユーリを取ることができ、天魔に等倍で戦うことができますが、これらは魔人たち向かいでも同じことが言えるため、汎用性ではあちらに及びません。特大の弱点として、林属性に弱く、ガンマに遠距離からたやすく突破されてしまいます。ガンマの制圧力は元から高く、彼に暴れられては散々な目に遭うことは避けられません。総合的には最上位には及ばない性能だと感じていますが、新要素であるため解禁直後は使用率が増えそうです。山シューターはしばらく我慢が必要でしょう。既存の不具合で、ミキシ体の腐乱の傷流れになっている、という問題がありましたが、こちらは修正され、後半も戦えるようになりました。フラン使いには重要な調整です。これでアップデートによる変更については全て触れました。本解説シリーズを最後まで見ていただきありがとうございます。最後に、今回のアップデートによる環境への変化や流行の移り変わりを個人的な予想をして終わりたいと思います。今回の強化により、環境でも戦えそうなキャラがいくらか増えましたが、その特徴と傾向として、全員の武器が増えたことが一つ挙げられます。エイナム、ゴーシュの追加による枠圧縮で、自由枠が一つ追加され、フィールドの選択肢が増加し、初動キャラとしても優秀な霊力が追加され、攻撃の手数が飛躍的に増えました。ここにチェーンシューターの強化が加わり、セットンやキバヤマといった属性が優秀なキャラによって多くの陣形対面で有利になれます。彼らはチェーンのネックであった合体技陣形にも強く出られます。総じて、従来のチェーンチームが抱えていた不都合な問題の多くにメスが入り、動きが強化される形になりました。欠陥を抱えていた時代から、間違いなく使用率は増えるでしょう。また、今回の目玉の強化キャラのいくつかに当てはまる特徴として、既存の高使用率のキャラ、戦術に対して有利を取りやすい代わりに、低使用率の裏目が存在する、というものがあると考えています。ニシキ、レイ、ウイネルといったドリブラー、風シューターのセッソンはそれぞれ霧の矢山陣形に強く、現在の流行に対して刺さりを見せます。一方で、終点魔や魔王たち向かいにそれぞれ無力になります。また、ドラゴのチェーンのような、地味なサブギミックではあるものの、林 GK だけには強い、といった局所的な相性有利を持つタイプの強化も存在しています。こうしたキャラの増加が生み出す結果としては、対策の分散と二極化であり、ある属性に極端に強い代わりに対策に極端に弱いキャラの使用率も高まる可能性があります。道中で触れたジャパンスナウミや魔王率向かいはその典型例であり、相手によっては大きなアドバンテージを得るものの、外れると単純に数値の低さや欠点を露呈することになります。しかし、ネタが分散した上で各キャラが強くなると、読み外しのリスクを負ってでもそうした対策が積まれることが増えます。ある種戦術ゲーへと進んでいくルートです。この先やるべきことは、より細やかな流行へのアンテナと、戦術によるズレを最低限に抑える安定構造の模索の両立です。結論構築、といったものはまた一歩遠のくでしょう。数年にわたるエクストリームプロジェクトはここで一段落し、この先は当分このカードプールで戦うことになるとされています。全てが想定通りというわけではありませんが、間違いなくあの10年前の神ゼーが進化した、人々の夢と思いが詰まった進化作です。このプロジェクトに初期から関われたことを嬉しく思います。これからもこのゲームは、稲妻対戦会は盛り上がりを続けます。これからも、応援、ご協力をお願いします。また、一人でも多くの新たな参加者をお待ちしております。概要欄には、導入法や公式サイトのリンクなども貼っていますので、そちらもご確認ください。このゲームには新要素が盛りだくさんです。また、スプレッドシートと比較し、過去の強化解説動画で紹介したものと、実態が異なるものがあります。そちらは固定コメントでまとめておきますので、確認ください。これで、本動画の内容は全て終わりになります。
長くなってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。